戸バ区は北九州市を構成する7区の行政区の一つである。北九州市の中央部に位置している。区域北部、北西部の海岸は同海湾に面し、北東部は響き長、が関門海峡に面している。北九州市の行政区のうち最も面積の小さい区である。区域北部にある日本製鉄や渡製鉄所戸バ地区が区の面積の約半分を占める。 名古屋先、牧山古墳の古墳群において、約1400年前の人骨、郷、銀郷、土器の副葬品が発見されている。日本初期では、戸畑は名古屋として登場している。戸畑の地名が確認できる最古の資料は、1396年の麻生市の所領目録、総称浦潮浜その外所々を目録において、戸畑浦として登場しているものである。 一方、奈良時代に記された万葉集には日旗の裏として、筑前風道記には鳥旗として登場している。旧戸端氏は北九州市の前身の模試で唯一町村制施行以降北九州市発足まで一度も合併を経験しなかった。北九州市の乱も参照。戸端は明治の中期までは乾村で人口も約3000人であったが、 隣接する八幡で1901年八幡製鉄所が創業したことを契機に、1910年に、戸端芋いもの、1914年に、朝日ガラス、1921年に、八幡製鉄所が戸端に進出したことで、工業化が進んだ。市政志向は、九五市の中で最も遅かったが、昭和初期より、区画整理事業を積極的に進め、 住宅地としての開発が急速に進み、市政手工事の1924年には約3万8000人だった人口が1947年には現在の人口よりも多い約6万8000人に、ご市合併の1963年にはピークの約10万9800人となった。その後は区内に多く存在した新日鉄をはじめとする社宅から、 北九州市郊外へ持ち家化が進むなどしたため人口は減少し最近10年間は前減傾向にある近年は1999年に日立金属工場跡地へ戸畑さてがオープンしたことをきっかけに住宅地として再評価されマンション開発が盛んに行われているなお戸畑区は昼間人口が夜間人口を上回っており 中夜間人口比率は117.2%で、小倉北区の134.1%に次いで2番目である。北九州市では、公共施設の削減が喫緊の課題となっているが、そのモデルケースとして、区内にある屋内型の体育施設とプール、テニスコートを一部廃止し、廃止された私立麻生小中学校後に、これらを集約した。 麻生スポーツセンターが2016年11月にオープンした。九州工業大学工学部、正門廃止路線西日本工業、クラブ読谷の大系科目、カイトハウスマゴジ大きな事業所は、区内には以下が存在する。以下に示す、市外、市内局番は、総務省の公開情報による。近年、通信自由化で、従来のパターンが通用しなくなっている。以下、 エリア分類不明。なお参考までに、西日本電信電話における一般的な割当てルールは以下の通り。携帯電話については、NTT ドコモ、AUYKDDI、ソフトバンクと目内ほとんどの地域で利用可能となっているが、三間部でつながらない地域がある。世代交代が進められていることもあり、3G 以降のサービスのみについて、 エリア拡大のため基地局整備等が進められている。区内に拠点はなく、小倉北区にある重要拠点が直接取材を行う。区内に放送局はない。放送派受信については、テレビと FM ラジオ放送はさら、倉山の八幡テレビ FM 放送所から出される電波を、AM ラジオ放送は、 若松区競争信所から出される電波を直接受信する。地理的条件からテレビが受信しづらい地区のために NHK 北九州放送局が戸端、牧山両中継局を設けている。アナログ時代は TVQ 九州放送を除く民放4社も中継局を設けていた。麻生スポーツセンターのオープンについて北九州市。 2016年7月1日閲覧。駅別乗車人員上位30位。九州旅客鉄道。2015年6月14日閲覧。ありがとうございます。